ラブゼアス代表の椿レイです。まあこの話は僕がホストする前なんですけども、まあいとこのおじちゃんが飲み会があったらしくてベロンベロンになって、まあおばあちゃん家に帰る途中の話なんですけども、まあベロンベロンになっておじちゃんも陽気になって帰り道にまあ綺麗女性がいたらしくて、その女性をナンパして、まあ、軽く一杯飲んだわベロンベロンになっておばあちゃん家に帰ってたんですけども、そこでおばあちゃん言ったのが、あの、あんたそんなもう、ややこしいことしないな、もうあんたもええ年やねんから。そんなもっちゃん、まあええやんけ、桜も綺麗かったしな、桜めっちゃ真っ赤で綺麗かったわ、って言ってたんですけども、おばあちゃんが、あんた、今何月か知ってる ?2 月やで。桜なんか咲くわけないやん。で、おばあちゃんがおっちゃんに言って、その瞬間にも僕ら親戚一同、顔真っ青になって、で、明くる日、まあ、新聞を見たんですね、朝刊を。で、おじちゃんが見た桜の木っていうところに、女の人の首吊りの自殺があったっていう話です。